それでは SMC の提案といたしまして、ロボットシステムに貢献する SMC の省エネ、省スペース、そして無線、これらを紹介させていただきたいと思います。まずですね、 SMC のスマート化について動画をご紹介させていただきたいと思います。これらはですね、 SMC のすべての商品の中から IoT に関係する商品を集めまして制作したビデオになります。真空機器によるラベル貼りですね。そして共同ロボットの先端についているのは弊社の電動グリッパー。iPad で指定した製品を AGV で搬送して自動でコントロールしているシステムになります。で、こちらの方はこれも電動アクチュエーターの単軸の電動機器になっております。そしてこれらは通信プロトコル、弊社の方ではあらゆるプロトコルに対応した製品をラインナップしております。で、これはスカラロボットについているのはこれはエアーチャック、エアーで駆動しております。そしてこれは無線で通信をコントロールしているものになります。これが無線の親局ですね。こちらで信号線をすべて無線で通信している機器。それではですね、今のは一つのスマート工場の提案なんですが、まず最初に弊社の会社案内を簡単にさせていただきたいと思います。場所は本社はですね、まさにこの UDX ビルの15階にございまして、そちらにはですね、ショールームも常時開設しております。もし皆様ですね、お時間がありましたら、この会場の15階にですね、お立ち寄りいただきましたら、こちらで展示している製品以外の、最新機器をかなり多数紹介しておりますので、ぜひご覧になっていただければと思います。で、創業はですね、SMC は1959年、焼結金属工業という、名前で、まず、発足いたしました。焼いて固めた金属ですので、エレメントフィルターのエレメントという形で創業したのが最初なんですが、その後1970年にシリンダーを作るなり空圧機器の総合メーカーとして発展いたしました。で、その後1986年 SMC 株式会社と名前を変更いたしまして今に至るというふうな会社でございます。で、よくですね、SMC って何ってどういう略なのというふうに聞かれるんですが、 SMC というのは今焼結金属工業、英語で直すとシンタードメタルカンパニーということで、それのシンタードの S、 メタルの M、 そしてカンパニーの C という形での会社の名となっております。で、こちらの方はですね、弊社の空気圧機器のマーケットシェアになります。国内シェアは 65%、 そして世界シェアは 37%、 ともに空気圧業界としてはナンバーワンの会社ということが言えます。
で、売上構成比なんですが、こちらの方は自動車業界さんを中心に、自動車半導体、そして、電気工作機械と、またその他食品医療ということで、弊社の特徴としては、あらゆる業界のお客様に提供している商品ということが分かります。で、こちらグローバルネットワークなんですが、世界のネットワークは83カ国、500の拠点ということで、まあ、変な話ですね、皆様が世界中に輸出されても現地でフルサポートができるということが弊社の特徴になっています。そしてこちらは国内ネットワーク、54の営業拠点で皆様のお困りごと、または提案、そういったものがタイムリーに行われる体制になっています。そしてこれは人数ですね、スタッフ、国内は1200名、そして海外は560拠点に対する4200名ということで、まあ、人数が多いというのが分かるんですが、サポート体制も充実している商品です。それではこれから皆様ロボットのハンドまたは FA に貢献できる商品群をご紹介させていただきたいと思います。で、今回のですねテーマとしては、一つは掴む、そしてもう一つは吸う、要するにロボットのエンドエフェクターとして提案できる商品を今回ラインナップさせていただきました。まず小型の省エネ省スペースということでご提案させていただきます。エアの消費量をまた消費電力量の削減による省エネ、そして小型軽量製品による省スペースという2つのキーワードをご紹介させていただきたいと思います。で、こちらがまず電磁弁なんですが、 JSY シリーズという最新の電磁弁です。従来と同じ幅だと1ランク2ランク上のシリンダーが動かせます。で、また同じシリンダーだったら1ランク小さな電磁弁になるということを、こちらの商品として取り扱っておりまして、その特徴を、ご覧になっていただければと思います。こちらは世界最小の 6.4 ミリ幅をはじめまして、10ミリ15ミリと、ラインナップを揃えております。そして従来と同じ能力で比較した場合、ワンランク小さいものにできますよというのが特徴ですので、フットプリントを小さくでき、またロボットに背負わせる、内蔵するといっても小型で軽量になるということで、ロボットへの負担が減ります。で、容積比としてはほぼほぼ半分 49% 減、そして質量に、おきましては 59% 減と、これはちょっとサイズにもよりますが、まあ、ほぼほぼ半分近く軽くなるんですね。で、こちらは同じ幅で比較した場合、同じ10ミリ幅で新型の JSY に変えた場合ですね、能力はなんと 2.8 倍になります。要は 2.8 倍のシリンダーを駆動するということができますので、今まで従来はシリンダーがこのように違っていた、サイズが違う場合、2種類のバルブを用意してたんですが、1つでまとめることが可能になるということで、フットプリントを小さく軽減することができます。これは装置に装着した従来の例ですね。で、新型であればこのように装置のフットプリントを小さくできるというのが提案になります。で、これはロボットのちょっと内蔵例をご紹介させていただきます。工作機械のピック&プレースをイメージしてるんですが、これは従来の電磁弁はこのようにロボットに内蔵してたんですが、新型にするとアームを細くできます。で、ロボットはですね、もうずっと昨今アームを細くする、そしてより狭いところにアプローチする、で、高速化するっていうトレンドになってますので、軽量は非常に、求められているテーマとなっております。で、増連もですね、このように、追加配線不要で簡単にできます。で、全てこの JSY は無線機器にも対応しておりますので、このように無線で、信号を飛ばすと、これにより、配線が不要になり、また断線リスクが軽減して、コスト省スペースということになっております。
でこちらは先ほどのアプリケーション例なんですが、このようなロボットの先端に電磁弁を背負わせても軽量になっているのでロボットへの負担が軽減されます。そしてロボットに内蔵する場合も小型軽量化というのはロボットに貢献するという商品となっております。で次にエンドエフェクターエアチャックの最新版をご提案させていただきたいと思うんですが、こちらの製品はガイドの剛性がアップしております。実はこれもですね、弊社の展示ルームで紹介をさせていただいているんですが、ガイドの剛性が上がっておりますので従来品のエアチャックと同じサイズであったらより長いフィンガーをつけることが可能になります。結構ロボットでですね狭い場所に長い爪でこうアプローチしたいという場合ガイドの剛性が弱くてもう仕方なくエアチャックをワンサイズ上にしちゃったとかツーサイズ上にしちゃったというようなお話があるんですがこちらの方はガイドの剛性が上がっておりますのでワンサイズ上げなくても長い爪がつけられるということが言えます。で逆にですね同じ端点の長さで良ければワンサイズ小さいのにダウンサイジングすることができるんですね。要は端点の距離が今まで通りで良ければ一つ小さな軽いチャックに選定ができるというのはこの新型の特徴になっております。そしてその小型になったチャックなんですからできればスピードコントローラーも小さくしたいという気持ちになるものなんですがこちらは従来の L 型のスピードコントローラーに対しまして高さがこの寸法で 9.7 ミリ低く、まあ、横向きにしたような形ですねで、装着することが可能になります。したがって、ロボットが、駆動している中で、物にぶつかるとかですねそんな出っ張りをなるべくなくそうというコンセプト でまた、マイナスドライバーこれは精密ドライバーで、スピードコントロールもできますのでアクセスしにくい場所でもですね、速度調整がしやすいというメリットがございます。そして、最後にこの小型の、オートスイッチこれはチャックの、開閉を確認するスイッチなんですが、従来のオートスイッチはこのようなショートストロークエアチャックも含めましてショートストロークシリンダーだと出っ張っちゃうんですね。この出っ張りが非常に邪魔だったんですがこちらも全長を7ミリ短くしておりますので出っ張りが出にくいまたは出っ張りが出ないということで先ほどのエアチャックと合わせて選定することによってメリットが出る製品じゃないかなと思います。これらすべてもうすでに発売済みになったばかりの商品でございます。で次にですね今度は吸う今までは掴むで今度は吸う真空パッドの最新型をご提案させていただきたいと思います。こちらの方は食品業界を中心として食品業界じゃなくても袋物であれば非常にそれを吸着するのに適したパッドになっております。で特徴これイメージですねこのような袋物を吸着するというのが目的となっておりましてこれも動画がございますのでちょっとご覧になっていただければと思います。こちらの方はですねちょうど今吸着しているんですが先端のパッド部分の先端が薄膜スカートとなっておりまして非常に薄っぺらいんですよ。でものすごく柔らかいですからシワに馴染むようになっているのがこれの特徴になっています。したがってこのような張りの弱い包装でもしっかりと柔らかいパッドの先端部分が馴染むと。で今度は柔らかいというのは逆にですねパッドのこのスカート部分がそれぞれがくっついちゃう潰れちゃうということがあるんですけどここに特殊なリブをつけることによって必要以上に変形しない変形しないことによってパッドがくっつくパッド自体がくっついてしまうというのを防いでます。でまたこのガイドアタッチメントこれを内蔵することによって吸着したらこのガイドアタッチメントが非常に骨のように強度を保ってくれます。したがってこのように揺れた場合ですね搬送でガイドアタッチメントなしはこのようにパッドが変形しちゃってます。それに対してガイドアタッチメントありは変形しない。でまた揺れ角度もこのように軽減するということでロボットの搬送に適している工夫がされております。でこのガイドアタッチメントが
またあることによって袋のシワのつき方も随分と違うようになっております。梨は非常にシワシワになるんですが、このガイドアタッチメントがあることによって吸着後の袋のシワが軽減しているということが見て取ってわかると思います。でこちら、イメージとしてはウィンターの袋ですかね、こちらの方にも対応できると。でまたこの、パッドはシリコンゴムを使っているんですが、 FDA アメリカの食品衛生法の適合のシリコンを使っておりまして、またブルー、色がブルーというのは食品にあまりないんですね、まあ、緑であったり赤であったりして、このパッドのゴムが混入してしまうと見つけにくいですので、まあ、そういった意味で青を採用しています。でこのようにいろんな袋をですね、振ってみても普通の従来のパッドだとですね、ちょっと振ると簡単にポロッと剥がれちゃうんですね。でこちらの、新型の、薄膜スカートの、パッドでやりますと振ってもなかなか落ちない。でこのような、高速のパラレルリンクロボットでも、追従できる。これは専用機で持っても搬送しても追従して、ワークが剥がれにくいという構造になっております。でこちらは今日の、新製品の中の最後になるんですが、無線機器のご提案です。こちらの無線機器の方も、動画がございますので、そちらをご提案させていただきたいと思います。あらゆるレスというものをご提案する中でワイヤレスの無線機器をご提案させていただきます。電源線のみは残念ながらですね、有線でございます。しかしながらその先の信号はすべて無線で飛ばすことができます。でこの親局からスレーブまでの距離は、通信距離は半径10メーター飛ばすことが可能です。で最大で127個局コントロールすることが可能になっています。でこちらのですね、信号は、暗号化した通信信号を行っておりますので、高いシールド性も、保証されております。でこれは実例なんですが、ロボットは今多様化しておりまして、レイアウトを共同ロボットで簡単に変えられるようになっているんですが、ワイヤレスであれば配線に邪魔されず、すっきりとレイアウト変更ができるというご提案ですね。そしてワイヤレスであればこのようなターンテーブルでも電源線のみで、駆動させることができますので、配線の、絡みとかそういったリスクが軽減されます。また通信領域は 2.4GHz Bluetooth の領域を使ってますので、このようなスポット溶接とアーク溶接ノイズとは被らないノイズ領域です。でこのツールチェンジャーにおきましても、先端の電磁弁等に無線で信号を送れますので、電気の着脱、そのような通信エラーも軽減、またリスク軽減というふうになっております。この無線機器はですね、非常に新しい技術で我々もやってるんですけれども、大体ですね、1つあたり5ミリセクの通信時間がありますので、先ほど127個局いけますよというお話をしたんですが、残念ながらですね、127番目はコンマ6運秒かかっちゃうんですね。なのでちょっとそこまで待つというのは産業界としてはちょっと致命的になりますので、なるべく15個局以下を推奨しております。ただペアリングして使いますので、たとえ親機が複数台10メーター範囲内にあっても混線しません。したがって常に親機と子機はペアリングして使いますので、変な動作、誤動作、混線というのはないということが、保証されております。以上をもちまして、SMC のロボット周辺機器の、ご説明を終わりますが、今まで、ご紹介した製品はすべて、この横のですね、隣の展示会場で、展示しておりますので、もしお時間が許す、限りご覧になっていただければと思います。またロボット周辺機器を、関係でお困りになりましたらお気軽にご相談いただければと思います。今日はお忙しいところどうもありがとうございました。